はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、モデルの瓜生さんにちょっと登場してもらってます。今日はよろしくお願いします。お願いします。ということで今日は男性向けの前髪カーラーのご紹介です。その名もバングストレンドスタイラー。これはどういうことかというと、こんな感じです。男性向けの前髪のスタイリングカーラー、マジックカーラーですね。これを使って今日は瓜生さんの前髪をスタイリングしちゃいます。パターンは2パターン取っていきます。まずは流行りのマッシュスタイル、あとはセンターパートスタイル、この2パターンを作っていきますので、多分ね、だいぶ皆さんこのスタイル作りたいっていう方結構多いかなと思いますので、自分でもできないっていう方もこれを使えば簡単にできますので、ぜひ参考にしてみてください。で、このカーラーね、ちょっと今お持ちなんですけど、形状がこういう風にね、分かれるんですよ。なんか特殊です。そうなんですよ。男性の方って結構スタイリング苦手な方結構多いと思うんですけど、はい、こう前髪をこれで挟んで、で、くるくるくるってやったら綺麗にそれだけで出ますっていうカーラーなので、不器用な方でもスタイリングが簡単にできるかなと思います。それでは早速やっていきましょう。で、まずマッシュスタイルからやっていきます。前髪を分け取っていくんですけど、横幅はだいたい黒目の幅ぐらいで分け目を取っていきます。で、前髪の引き出す角度はだいたい床と平行ぐらいで引き出してください。で、次にカーラーを使っていきます。こんな感じで開いていきます。カーラーを開いて前髪の根元付近から差し込んでいきます。で、挟んだらそのまま毛先の方に滑らして、毛先付近に来たら一度止めます。なるべくね、ピンとした張った状態にしてから内巻きにくるくるっと巻きつけていきます。根元までしっかりと巻きつけて、マジックカーラーなのでしっかりとこの状態で止まります。で、こんな感じで巻き収まりました。この横の髪の毛がぐちゃぐちゃってなる場合もあるので、その辺をしっかりとない状態で綺麗に巻き収めるのがポイントです。巻き終わった状態でこのまま5分放置します。で、5分だったら外していくんですけど、カーラーを広げながらゆっくり前に向かって引っ張ってくると綺麗に取れていきます。で、カーラーを外して前髪を整えていきます。手ぐしで広げるような感じで整えていくと形が綺麗に決まっていきます。毛先の毛流れ感が綺麗に出てきます。横から見ると自然な丸みが出て綺麗なシルエットになります。センターパートスタイルで前髪の立ち上がりと毛流れを作っていきます。では前髪を分け取っていきます。だいたい黒目幅ぐらいで取り分けていきます。で、カーラーを中間あたりぐらいから挟んで上に引き上げていきます。で、次に毛束を後ろに少し引っ張りながら内に巻いていきます。この状態で5分放置します。じゃあカーラーを少し緩めながら外していきます。じゃあ手ぐしで整えていきます。こんな感じで完成しました。前髪の立ち上がりと自然な毛流れが出ています。根元の立ち上がりが出にくい方は分け目の部分を少し取り分けます。だいたい3センチ幅ぐらいですよね、横幅が。で、取り分けてカーラーを開いて前から挟んでいきます。根元を挟むようなイメージになります。この状態で5分放置していきます。カーラーを上に引っ張りながら外していきます。手ぐしで整えていきます。こんな感じで完成です。根元の立ち上がりと自然な毛流れが出ています。はい、ということでこんな感じでね、数パターンやってみましたけど、ウリュウさんどうですか、やってみて。いや、めちゃくちゃ綺麗ですし、何より楽やなと思って、これなんか朝時間ない時とかご飯食べながらでも全然できるし、学校とかでも使えそうだなと思って。でも確かにそうですよね、合間時間に使えるっていうのが多分ベストかなと思いますので、学校の休み時間だったりとか仕事中のね休憩時間だったりとかにぜひやってみてください。この商品の詳細は概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。